道路なんですけども、ずっと右ウィンクつけて走ってる車とすれ違いましたね。水曜どうでしょうね。おい、大泉って言われちゃいますね、これね。ウィンカーとか言われちゃいますもんね、これね。皆さんも気をつけましょうね、これ。僕もたまーにやりますね、これ。いや、でも本当、水曜どうでしょう、面白いよね。あれはやっぱりおすすめしたい一品ですね。こういうのが、こういう動画が好きな人も気に入ってくれる。北海道でやってたローカルな番組の方なんだけど、僕も水曜どうでしょう自体知ったのつい最近なんで、あんまり偉そうなの。昔からのステッカー貼ってくるのが多かったもんね、ほんとね。多かった。最近ちょっと少なくなったかなって気がするけど、一時なんか知んないけど、ちょいちょい茨城でもいたよね。水曜どうでしょうって、なんだろうなと思って気になってたんだけどね。あ、これだったのかと。我々もそのステッカー持ってますので、ね、そろそろつけないといけないですね。しかも2つも持ってますからどうでしょう。前の車鳥取ナンバーじゃねえか、これ。そうだね。行ってみたいな、鳥取。いや、すごいな、鳥取か。やるな。まあ、なんか、ね、仕事できてんだろうな、これな。復興に携わってんだろうな、この人はね。鳥取ナンバーですよ。すごいですよ、これ。何気にすごいですよ、こんなところに鳥取ナンバー。変なところが出てきてもしょうがないですよね。そうだね、なんか脇道から、これなんかね、業者さんだね。この付近、終点エリアです。 IT マップで駐車場表示ができます。例なんか IT マップで駐車場表示ができますって言ってましたよね。震災けど5年前の商品ですから、果たしてできるのかとそう思っちゃうんですね。あれだね、なんか夏祭りとかこっちでやるときにちょっと来てみたい気もするね。うん、でもなんかも書いてあって、ね、交通規制って、そうそうそう、ちょっとね、なんだか読みそびれちゃった、ね、うん、多分そういうことではないかなと思って。1日から3日ぐらい書いてあったから、なんかあるのかな。日曜日だし、
ません。ないけど、でもなんか暑さが違うよね。なんか暑さの質が違うね。そうなんですよ。あの東北ってね、冬場来た時も違うんだよね。あの硬い柔らかいの違いがあるよね。あるある。今もう向こうにいるとあの刺すような暑さじゃん。もう柔らかいんだよね、暑さが。これもうちょっと体感してもらわないと分かんないんだけど、冬場もあの刺すような寒さじゃないんだよね。寒いは寒いんだけど、すごくね、なんか柔らかいんだよね、やっぱり花の道。確かに花がいっぱい地元の人たちが頑張ってますね。綺麗ですね。赤青黄色という、ね、信号ですね。そういうイメージじゃないって言われそうだけど、たまたまですね、これきっと。信号イメージじゃないよね、きっと。綺麗に赤青黄色って言ってますね。綺麗だね、これね。ね、これで聞いてもらって、 GPS を受信しました。いや、ここまで津波来てるって意味が分かんないよね、これね。どっから来たんだよっていう感じだよね、これね。本当どっから来たのって、海どこに見えるのって感じだよね、今ね。本当の低いあれで来たのかな。海抜9メートル。どっから津波来たんだよって思っちゃうよね、これね。皆さんも来たら驚くことですね。もうね、我々も何回か来てるけども驚きはないですけど、まあ、相変わらず圧倒はされますよね。どこに海があんだよ、津波の前に海がどこだと言いたいんですよね。本当に来たのかよって思っちゃうね。またまた嘘だーとかって言いたくなっちゃうんで。本当なんですよね、きっと。わざわざそんなの嘘つかないのでね。恐山で風車だろうね。やっぱり子供のためなのかね、あれね。まあそうじゃない。すごかったよね、恐山もね。ああそうや、あんなにすごいと思われた。日本狭い国だけどすごいよね、やっぱね。
その辺まで津波来てたんですけどね、あそこのパイプは水没ですね。でもそうやって考えるとコンビニ業界が結構頑張ってくれてるよね。復興に一役、大きな一役を買ってる気がするんだよね。あっちこっちであっという間にできたもんね、コンビニね、仮設住宅みたいなのさ、あれ地元の人にとっては結構ありがたかったんじゃないかなって気するよね。そんな大掛かりの店じゃないけどもうコンビニだからね、あちこちにあるとね助かりますよね、きっと。いろんなもの売ってるしね。45のステッカーとですね、東北魂のステッカーが貼ってあるわけですね、毎年来てますよ我々はっていうアピールですね、これね、ルート45のステッカーなんかまさしくこの道路のことをアピールしているステッカーですからね、はい、我々は地元茨城のつけて走ってますからね、ここに来たからって言ってここでだけ貼ってるってことじゃない、全国各地に行くときも張りっぱです、アピールしますので、お気に入りの道でもありますからね、ここはね、ぜひとも貼っておこう。意外とね、こういうの貼るときはマグネットの方がいいかもしれないね。マグネット？ステッカーだともう一回貼った場所から剥がせないし、貼り替えらんないし、車乗り換えちゃってたときにまた買わなきゃダメだし、マグネットの方が意外と、だからね、ステッカーはちょっと迷うよね。一回貼っちゃったらまたね、ダメだからね、ダメになっちゃうからね、剥がしちゃったら悩むとこです。ステッカーしか売ってないんだったらもうステッカーで買うしかないからね、しゃあない。あと金属の部分にしか付けられないという欠点がこれ出てるからね。ああ、まあそうね。ボディに貼る上に置いてはマグネットの方がいいかもしれないね。ところどころあるコンビニが、ね、ほぼほぼと言っていうほどバイクが必ず止まってますね。今はもうすれ違ったおじさんなんかがインカムみたいにつけてましたね。なんかいろいろ喋りながらこう走ってる。ライダーには勝てないですからね、さすがに我々我々も相当なもんだと思うんですけど、ライダーさんたちはすごいですから、ね、どこにいますからね、